点がいつとかは分からないんです、正直謎なんですけども、例えば護符、お守り、タリスマンですね、タリスマンに使われていたり、あとは秘儀、儀式ですねにシャーマンが使っていた文字と言われています。シャーマンがそういうこうなんていうかな、ちょっと不思議なこととか、あのなんていうかな、これからを占ったりとか力を得るために使われていた文字の一つがルーン文字と言われています。ここのこの時空間とか、この3つの層の中にその文字がどういうふうに現れているかで、一つ一つの意味を詳しく知らなくても文字の形を見ることによって、あのどの層のことをこの文字はあの扱っているのかなっていうのが見ることができるんですね。セークリッドファイアです、聖火なので、かなり今なんていうかな、回転が早まっているっていうか、早まるですね。でそれって本人的にはもう変容ですよ、大変容、これはこれで大変容を今迎えてますよっていう意味があります。そこから必要なメッセージとして、おそらく過去に何か原因となる事柄があって、それ自体がもうそういうハイヤーマインドからのメッセージ、その現象自体が、うんうん、っていうふうに読めるかもしれないですね。聖光っていうふうにルーン文字で書くことによって誰にも読み解くことができないものになるんです。そうすることによってお守りとしての効力が初めてついてくるんですね。でさらにじゃあ未来ですね、ここ未来のところはその現在どんなふうなエネルギーを受けつつあるかっていうところを表す位置でもあるんですけれども、魔法を使うにあたってはその道具を自分で作るっていうのはとっても重要なことなんですね。で自分で作ることによってあの道具というのは本来の木のエネルギープラス自分のエネルギーが加わるんですね。でそれによってよりなんていうかな、自分のものになるっていうか、自分の道具、自分のこう手の一部じゃないですけども、より密接にこう道具とつながることによって精度が高まるんです。各チャクラに対応するルーン文字、もう決められているというかもうあるんですけども、そちらを置いていただくことで、その大事なエネルギーセンターであるチャクラのバランスを整えるっていうことが、このルーン文字を使って簡単に調整ができるんです。